見て可愛くない、このオサーティ。もうなんか毎回バスケの服ばっかり着すぎててもう慣れてる。可愛くないって言われてるんだけど、なんか似たようなものばっかり。似てないから、全然。なんかね、意外とやっぱ違う新鮮な服も着てますよ、もちろん。新鮮と思え。本当にただのバスケットボールプレイヤー。マック。いや、褒めてない。褒めてないのよ。いいねじゃないの。どうもマックです。とりあえずで。斉藤です。俺芸人の。彼女、俺からでーす。やった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 じゃなくて、やったやった入れないって普通に。もうさあ今、うん、ご飯食べたからお腹がいっぱいで眠いんだに。今日はなんか最近のことについてちょっと話したいみたいなところもあるんだけど、みたいなところしかないんだけど、そうみたいなところしかないんだけど、うん、もうちょっとこっち来てくれる？端っこ行きたがっちゃうか。端っこ行かないで。端っこが落ち着くんだよね。この今6月にだけど、うん、最近めちゃめちゃ忙しかったやん。うんうん、ちょっとイベントとかお仕事でね、あ、充実した毎日を過ごしてるわ。そう、めちゃめちゃいいんだよ、仕事だし、ね、いろんなコミュニティも増えたりとかさ、うんうんうん、なんかいろんな人と知り合えたりして、すごい、確かにすごく楽しいんだけど。この年でさ、いろんな人と出会うこともあんまないじゃん。偉いんだよね。そう、それがだからこのお仕事のさ、うん、いいところでもあるよね。いいところなんだけど、バスケができてない。できてないってどんぐらいできてない？1週間半ぐらいできてない。1週間半はできてる。できてないってなると、まあ、なんかもう何ヶ月もね、触ってないんだなとかだったら、本当に好きだったらきついかもしれないけど、うん、1週間半は全然触ってる、うん、今のところ禁断症状出てないのが不思議。でも本当にできてなくて、できてる、うん、マジで。1週間半前じゃあ俺の中ではもうできてないの、1週間半も。発言が中毒者で困る、ね、本当に。そうそう、アディクション、はい、アディクションですね、中毒者、中毒。その英語で、 I'm addiction to you、 弾け飛ぶよ。自由で処理が難しいです。その分、そのやっぱいろんなとこで動画も撮れるし、そうだよ。で、お笑いもね、ちゃんと集まって、いや、そうよ、やれてるわけですよ。ちゃんとね、できてるからさ、いいことじゃん。いいこと。バスケより楽しいでしょ。楽しい。言わせちゃった。バスケより楽しいこともある、うん、バスケより楽しいこともある、うん、こともあるけど、うん、バスケもやっぱもうこれだけやってたから、こうちょっと体のリズムが狂ってきちゃうっていうのはちょっとあるよね。狂うとどうなんの？狂うともうね、大喜利？違う違う違う。咳込むな。禁断症状が。今度しっかり大喜利企画やりましょう。やるマックに大喜利させてみたやろ。いいんだ。いいよ。自分から言うの。そういや、その企画だったらやりたいから。普段だったらやりたくないけどって。そうそうそう、まあ結局時間作ればできるんだけど。いや、そのね、やっぱ仕事、ね、イベント、うん、違う、仕事先でもバスケットコート探さなきゃとか言ってるぐらいヤバいはヤバいのよ、うん、一旦近くで探してるから、とりあえずあるのかなみたいな。そう、あったらやるの？いや、あったら見に行くみたいな。見に行くって何？あったら見に行ってはちょっとういっすみたいな感じ。なんかちょっと、っおー、ちょっといいじゃん、ちょっともろかしてっつって。いや、そう、違う違う違う、打ちたいみたいなのもある。違う違う、なんかできてないとかはしょうがない、うん、そっか。私もだからジムとか行ってないもん。行ってないね、そういえば。うん、行って同じく1週間入ってないです。行ってないよね。はい、でもそれは良くないなと思ってる、うん、ここから先ちょっと落ち着くから。え、あのさ、うん、同じジム契約してるよね。してる。行ってないよね。え、何ヶ月行ってない？いや、2、3週間かな。いや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 、だってストレッチしに行ったもん、これ。ストレッチしに行ったの？最後ストレッチしに行った。ジムでストレッチしに行ったの？そう、ストレッチしに行った。あの、体幹とかもろもろやって、器具使わず帰った。器具使わない。その後バスケ行っちゃった。いいや、いいや、そんな。ちょろちょろ行ってる。解約してください。あなたは。何ヶ月行ってないとか普通にあったじゃん、多分。この前はね。もったいないよ。もったいないな。え？え、でも週1、週1ぐらい。2週2日ぐらい。おい、どっこいどっこいやろ。いやいやいや、どっこいどっこい、まあ2、3ヶ月と2週に1回は週1とか行ってたし。行くときはね。そう、うん、まあ、ちょ、この強がってるのも一番良くないの分かってる。これ多分ね、こかなりのこのどんぐりの背比べ状態の動画になってますけど。え、違うよ、うん、笑かの。だから自炊とかもちょっとする機会が減っている状況ではあるね。そうね、自炊あんまできてないね。そう、結局なんか今日はお弁当買っちゃうかとか、うん、前までもっと作ってた記憶あるもんな。ちょっとね、ちゃんと自炊するようにしたい。そうだな、今後の目標な、はい、うん、いいと思う。で、インスタとか TikTok でやっぱりさ、うん、料理動画って回ってくるの。はいはいはい、私めっちゃ保存してるから。なるほどな。
でも一品も作ってない保存だけ増えていく。保存だけ増えてる。俺一個もあってこない料理この間その1週間半行けてなくて、うん、久しぶりに行ったのバスケ、うん、朝ね。行ってんじゃん。朝行ったの、行けたの、うん、行けたんだけど、1週間半後ってことね。そう、もうバスケ欲たまりたまりの状態で行ったの、はい、近くのコートの主って言われてる主って言われてるっていうか、俺が勝手に呼んでんだけど、ここのコートで一番強いのはこの人たちだっていうのを俺が勝手に決めてるの。そう、何人かいるの、はいはいはい、でその一角がいるんだけど、うん、いつもワンオンワンしてんの。ワンオンワンとかしてる。あ、そうで1年ぐらい1年ちょっと1年ぐらいもうやっとハマって、そうだよね。その一人をやっと一回勝った、うん、勝ったんだ。初めて、ついに初めての勝利をこの間掲げたもう主に勝ったんだ。へーってなってもうその日はもうシャンパン開けれた。全然開けれた、開けれた。いやこの感動マジ伝わってないっしょ。分かんない。いやマジで伝わってほしいな。1年も最初だからやり始めのところからずっといた人なんだ。そうそう、もういやそこにもずっといる人なの。あ、すごいね。ずっと通ってる人。そう、マクよりすごい中毒者だ。もちろんもちろん、あの俺なんて中毒者じゃないから、そこの方、いや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 、あそこにいる方たちと比べたら、はい、すごいけどね。いやだってもう30分とか10分とかうちに来るんだよ、その人たちは。シュートだけ、シュートだけうちに来る。雨でも台風でもうちに来る。すっごいな。でしょ。でもマジで気持ちよかったな、あれ。よかったね。うん、ね、じゃあ次のトピックいきましょう。あ、やだ。最近ハマってるものニュースみたいな。マヤカの怪獣8号ですね。ああ、これはおもろいのよ。ラトゥーウェレガテレレレテテ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 前回もやばかったんだけど、うん、ちょっとねこの10話付近がやばくて、これが本当におすすめしたい。めっちゃめちゃ熱い。泣かれた。すっげー。新幹線で帰り見たんだよね。あ、最新はその一番熱い回、大阪のお仕事の帰りに新幹線でちょっとこれは早めに見たいぞってなって、うん、でも何回でも見れるからとりあえず、うん、まあでもとりあえず、あぶね、ドキッてびっくりしちゃったからやっぱとりあえずたまに来るんだ。とりあえずの発あの合図だから、とりあえずなんかスイッチ押しちゃったんだ。そう、ちょ、ごめんごめん、すごい、ごめんごめん。とりあえずとりあえずでもさ、今までとりあえずって言った時に、うん、今言わないんだね今まで言った時はさ我慢できないから、うん、お互いで席隣だったんだけど、そう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 、イヤホンとかだとちょっとやっぱ片耳だから、うん、ちゃんとそこに集中したいからそれぞれで見ようってなって両方つけてね。もうやばいわ、ありゃやばい、ありゃやばい、ちょっとやばすぎるわ、うん、なって新幹線ついて東京ついて、うん、そこから車で帰ったんだけど、うん、その間もまた2回目もそこで見るっていう、はい、マネージャーも見てて、あの怪獣8号見てるから、うん、最初はまだ見てないんだよねって言ったから、うん、え、ちょっと見ようよみたいな、見ようっつってね。私たち2回目だけどもうなんか最初の反応で見れる。そうでさ、うん、でマネージャーがさ、うん、そしたらたまにいるやん、ちょっと先のこと、あ、これこうなんのねとか言いながら見ちゃう人いるじゃん、うん、この回多分こうなってこうなってこうなってくよね、うん、まあ、それはいいのよ、その、うん、その人がいるのはいいの、うん、そういう人だったのマネージャーがあのめっちゃ言うよ、ね、解説というよりかは、あ、これこうなる、あ、これこうなるそのほんとコンマ何秒の世界、そうそうそう、あ、これ今やられるよ、細かくね、やられる、ほらやられた、そうそう、ほらやられた、はいって、はい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 、こういうこと、あ、もう分かったわ、あ、これこれぐらいのアニメねみたいな感じなのよ。何やねん、うるさいって言ってたんだけどうるさかったんだけどめっちゃおもろかったのが、そのちょっとネタバレだけど、うん、あの敵が最後こうやられる瞬間に正義のヒーローが最後の決め手のね大技を繰り出す前にちょっとスローモーションになって、うん、敵がこう一瞬その大技を繰り出すヒーローのところにこうパッて見んだよね、うん、こう見たら、まあ、大体この瞬間ってやられるか、うん、見ちゃうからそれをかわせるかみたいな感じの予想が立つわけよ、うん、でそのマネージャーはその時にパッて見て、うん、あ、これ絶対かわす、あ、これ絶対かわすわって言ってたの、うん、で俺らは一回見てるからあれなんだけど、パッて見てそれで当たるのよ、うん、で当たってその怪獣やられるんだけど、うん、当たってやられた時におー当たるんや、あ、当たるんや、あ、当たるんや、
当たったやんっていう、そのなんかちょっと自分のイメージと外れたっていうのでまた釘付けになってて、予想が外れたんで、そこがめちゃめちゃおもろかった。おい当たんのかよみたいなね。本当に人が予想外した時のあのトーン、あのテンポ感の時にね、分析外れる時の人の顔っておもろいよね。本当に面白い反応って、ね、わらかのっていうね、はい、やつあって今怪獣8号にどっぷりハマってますけど、ほんと見てほしい、ね、うん、全然全く PR とか全く関係なく、全く関係ない、ほんとにおすすめとして見ててほしい、うん、見てほしいですね、見てほしい、はい、っていう感じですかね、はい、最近はまあこんな感じでいろいろ仕事が多くなってきて、まあ、趣味の時間とかがこうちょろちょろとできなくなってきた時ではあるけど、うんうん、まあ、その分いろいろ皆様に提供できることを考えているので、いろいろ多分増えていくと思うので、これから、うん、なんか YouTube も幅広く活動していけたらいいなって思っております。はい、急に間違えたく、これからもおわらかのね楽しんでください。はい、楽しませるように頑張るね、頑張るね、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、またね、バイバーイ。いつもさ、うん、私バイバイってあるんだけどさ、うん、この腕の感じ、うん、ここがいいのかここがいいのかここがいいのか分かんないんだよね。だから全部やってんの。